今日はこちらのタムロン 150-500mm F5 から 6.7 というレンズのレビューをしていきます。それでは早速開封をしていきましょう。ということで姿を現しましたよ。タムロンさんからまだ発表されたばかりの望遠ズームレンズが、いつ何時見ても新品ピカピカのレンズはいいものですね。さて箱の中に他に入っていたものなんですけど、もちろん取扱説明書ですね。こちら2種類入っているんですが、基本的には言語が違うようです。それにですね、ストッパーですね、三脚座を使うときに滑り落ちないようにする六角ネジが入っていました。さらにはシリアル番号が記載された紙も入っていました。ただこちらはまだ若干内容物とか構成とかは変わってくるかもしれませんが、その点に関してはご了承ください。それでは次にこちらのレンズの機能を紹介していこうと思うんですけど、まずはズームレンズということで、もちろんズームリングがあります。このような感じで滑らかに回転します。またロックスイッチがありまして、これをカチッと入れますと 150mm で固定されます。また解除しますとこのようにズームできます。例えば持ち運ぶ時とかに活用するといいかもしれません。さらにはズームリング全体を前にカチッと出すと、その焦点域で固定されます。撮影しているときに不意に焦点域が変わってしまうのを防ぐのに、このロック機構を活用するといいかもしれません。加えてこのようないくつかのスイッチ類があるんですけど、フォーカスモードの切り替えだとか、あとは VC つまり手ブレ補正モードの切り替えスイッチになっています。僕の場合はこの VC なんですけど、3に設定していまして、こうすることでファインダー内でも手ブレが効いている様子がわかります。その方が見やすくなってきますんでね。ところでこちらのレンズ、マウント部は E マウントなんですよ。そこで急遽用意したカメラがこちらになります。ソニーの α6500 ですね。このカメラになった理由なんですけれども、本当は6600を手に入れたかったんですが、どうも予約が入っていたということで、その一世代前のものになるんですけど6500になりました。そして APS-C フルサイズの選択なんですが、換算でも焦点距離を伸ばしたいと思いましたので、換算で 750mm という焦点距離になりますので、僕は APS-C の方を選択していました。もちろんこちらのレンズフルサイズにも対応しているんですけれども、鳥の場合はやはり少しでも換算でもいいから焦点距離を稼ぎたいという側面もありますからね。それにこういう考えの方もいらっしゃると思うんですよ。せっかく純正ではなくてサードパーティー製のレンズを買ったんだから、コスパを重視したいなと。その時にカメラボディがフルサイズだとどうしても高価になってしまう。性能はもちろんいいんですけれども、ちょっとコストがかさんでしまうなという時に APS-C という選択肢も十分あり得ると思うんですよね。そして僕自身そんなに潤沢に資金が用意できませんので、だったらこの組み合わせで試してみようと思った次第です。ただ1点ほどご注意いただきたいのは、レンズの方はオートフォーカスの高速化静粛化が図られていて最新設計なんですけど、どうしてもボディがそれに追っつかないというシーンもあるかもしれません。その点に関してはご了承ください。
ただ画素数は最新カメラと比べても同じですし、確か手ブレ補正効果も同じだったかな。そのあたりは大丈夫だと思います。それじゃあ早速こちらのレンズにカメラボディをガチャッと取り付けてみましょう。ボディを取り付けるとこんな感じになりました。ちょっとレンズに対してボディサイズが明らかに小さすぎるという印象を受けますが、実際この組み合わせで撮影もしてみたんですけど、特に 500mm にズームするとやはりフロントヘビーになってしまうという感じは否めませんでした。それはどうしてもボディがコンパクトタイプだから仕方ないというところもあると思います。ただこの畳んだ状態でしばらく持ち歩いてみたんですけど、その三脚座の位置のバランスがいいのか、あまり負担にならずにですね、十分これなら数時間歩き回ることができそうだなという感じでしたね。だからやはりどうしてもですね、ソニーさんの場合はこの APS-C のボディがコンパクトなものしかないということ、さらにはですね、ファインダーがセンターではなくてこの横っちょについてるタイプじゃないですか。やはりこのタイプだと、まあ慣れの問題もあると思うんですよ。あると思うんですけど、野鳥にパッと向けた時にセンターに入っていないということもありましたので、 α7 ぐらいのサイズで APS-C 機があればよりいいのになと感じてしまいましたね。少々話がボディの方にそれてしまいましたけれども、こちらのレンズの方に話を戻しますと、この組み合わせで昨日しばらく散策をしてみました。三光町の鳴き声が聞こえてきましたので、よしこれを撮ろうと思って森に出かけたのはいいんですけれども、ちょうど目の前の草むらかどっかに潜んでいたようで、飛んでいったのは行ったんですよ。ただ残念ながらその瞬間ですね、さっきも言ったようにパッと向けても鳥に入らなかったので撮ることができなかったんですよね。初めて見たんですけど、あの鳥って効果音で言えばぬるっていう感じで飛ぶんですね。今後どこかで撮れたらなとは思っているんですけれどもね。その他にも近所にいる鳥を、まあ、いくつか撮ってみたんですけれども、まだ十分こう作例と言えるほどですね、撮影はできておりません。だから画質に関してはあくまで現時点では検討中、これからいろんなシーンで撮ってみてお話をまたさせていただきたいなと思っているんですけど、現時点であくまでファーストインプレッションなんですけれども、解像感は非常に高いなと思っています。ちょっと離れた位置にいる鳥でも十分この羽毛のラインとかが出てくれるので、あ、これは確かに光学性能かなり上がっていそうだなという感じですね。実際タムロンさんのページを調べると MTF 曲線なんですけれども、特にAPS-C の範囲内だと30本パーミリメートルの方も常に 0.9 を超えているんですよ。だからちょっと言い方的には失礼になってしまうかもしれないですけれども、スペックの割には非常に光学性能がいいなと感じさせてくれる一本ですね。そのあたりはまた今後レビューをさせていただきます。さて最後にこちらのレンズの発売日とお値段なんですけど、6月10日に今最安価は 143,550 円となっております。だからライトバズーカよりも全てが一回り大きくなったという感じですかね。僕は先行レビューということでこの度タムロンさんにご好意で貸し出しをいただいたんですけれども、これから野鳥撮影を中心に活用してやろうかなと思ってます。それでは今日は動画をこれぐらいで終わります。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さようなら。